ハインツ・ジークフリート・ハイドリヒは、ドイツのノンフィクション作家。音楽家、リハルト・ブルーノ・ハイドリヒの息子であり、親英隊、SS 大将、ラインハルト・ハイドリヒの弟であった人物である。兄の死後、ハインツ・ハイドリヒは、ホロコーストから逃れる、ユダヤ人たちに助力した。ハインツ・ハイドリヒは、ハレアン・デ・アザーレにおいて、プロテスタント派の作曲家。 リヒャルト・ブルーノ・ハイドリヒとカトリック派の妻エリザベート・アンナ・マリア・アマリア・クランツの間に生まれた。ハインツの母の父はドレスデン王立音楽学校の校長を務めたオイゲン・クランツであった。ハイドリヒ家は社会的な名簿を持ち豊かな財力を備えていた。リヒャルト・ブルーノ・ハイドリヒはオペラ歌手でもあり、晴れに音楽学校を創設した人物で3人の子供たちに 愛国的な観念を教え込んだ、ドイツ民族主義者であった。ハイドリヒの家庭は、非常に厳格であり、子供たちはしばしば懲戒を受けた。青年時代、ハインツはその兄ラインハルトと、模擬の剣術試合を行った。ハインツの父、ブルーノの母エルネスティネ・ヴィルヘルミネは、ブルーノの父にあたるカール・ユリウス・ラインホルト・ハイドリヒの、死後に、グスタフ・ロベルト・ズ・ユースという人物と再婚しており、 これに基づいて、ブルーノの姓はしばしば、ハイドリヒ・ズユースと記録された。ズユースは、多くのユダヤ系ドイツ人が用いていた性であった、ことから、1916年に、音楽人命録がこの性で、ブルーノを記載すると、ハイドリヒ家は、ユダヤ系であるという風文が出回り、プロテスタント派が、圧倒的多数であった晴れで、学校に入った、少年期のハイドリヒ兄弟がからかいに会う原因と、 なった。内観的な印象を与えていた兄のラインハルトと比べても、ハインズの反発は時により、激しいもので、ナイフが持ち出される喧嘩沙汰に発展した例もあった。バルコニーに、パンツァーファウスト宣言中隊と掲げられた建物の前に4号戦車、F 型が並ぶ。第697走行宣言中隊による写真。ジャーナリストを死亡して、 ベルリンに赴いていたハインツ・ハイドリヒは、1931年に、ラインハルト・ハイドリヒが、国家社会主義ドイツ労働者党に加入し、後の親英隊保安部の前身である、党内情報組織の編成に取り掛かると、その協力者となった。自身も SS 中尉となり、ドイツ国防軍では、第697総甲宣言中隊に所属して、兵士向け機関紙。 パンツァー・ファウストの発行に携わった。当初の彼は熱烈なアドルフ・ヒトラー支持者であり、またナチ党員であった。しかし1942年6月のベルリンにおけるラインハルトの国葬の直前に、ハインツはプリンツ・アルブレフィト通り8番地にあったゲシュタポ本部の保管庫から持ち出された兄の書類を含む大きな小包みを受け取った。ハインツは書類とともに、 自らの部屋に閉じこもった。翌朝、彼の妻ゲルトルートは、夫が夜を徹して小包み封入の文章を焼却していたことに気づいた。前線からの一時気球中であったハインツは、会話に注意を向けることができなかったと、ハインツの息子、ペーター・アトマス・ハイドリヒは後に回想した。彼の心はどこか、よそにあるかのごとくで、まるで石のようであったという。一方のゲルトルートは、 ハインツの行動について、息子に語ったものの、戦後に至っても小包みの内容の話には、触れようとしなかった。ペーターの推測では、小包みの中の書類はおそらく、ラインハルトの個人記録であり、ハインツはそこから、初めてユダヤ人の組織的絶滅、いわゆる最終的解決の非道ぶりをすべて理解した、ものであった。兄の死の時期を境として、ハインツはそれまでの、 楽天的で、快逆に満ち、気まぐれで、明らかに人生を愛している、存在から常に落ち込んでいて、物思いにふける、厳粛な様子の異なる人間となったと、ペーターは振り返った。ハインツは、その後、身元確認書類を偽造して、パンツァーファウスト用の印刷機ですり上げることで、デンマークから中立国のスウェーデンへ向かう経路を、 主に利用したユダヤ系の人々の脱出を助けている。少なくともに例の救出案件に助力したことが確認されており、俳優カール・ヨーンのユダヤ系の妻もこの経路を利用した一人であった。検事に引き入られた経済調査委員会からパンツァー・ファウストの編集者たちに対する調査が入り、自らが露見したと思ったハインツ・ハイゴリヒは、 ゲシュタポから家族を守るべく、1944年11月19日の夜に、東プロイセンの前線近くの特別列車内で、銃による自殺を遂げた。実際のところは、ケンジは偽造行為については何も知らず、ただ紙の供給不足の理由を究明しようとしていた、ものであった。一方で、ラインハルト・ハイドリヒの次男で、ハインツのおいにあたるハイダー・ハイドリヒの見解では、 彼のおじは汚職などの不祥事に関わっており、軍法会議での卒業を免れようとしたことが、その自殺につながったという。いずれにせよ、ドイツ事務所によるとハインツは、リーゼンブルクの戦没者共同墓地に埋葬された。デュッセルドルフ郊外の墓地に葬られたベーター・トマス・ハイドリヒの破壊し、ハインツ・ハイドリヒには5人の子がいた。最年長のペーター・トマス・ハイドリヒは、 ドイツの有名なカバレット歌手にして舞台俳優、監督となり、幼年期や父とおじにまつわる彼の回顧を友人であるデュッセルドルフの牧師ハンスゲオルクビーデマンらが協力して出版した。本の中で、ペーター・ハイドリヒは少年期にラインハルト・ハイドリヒのおいとして皇太子の栄誉を享受した経緯を述べている。彼の幼少時の記憶にはラインハルトが白の競技服で、 フェンシングの試合に臨む姿と、黒の新衛隊制服でバイオリンを演奏する姿とが止められており、後に彼は、その対比を、おじが備えていた二面性の象徴と解釈した。プラハにおいて、おじは、好意の獣と化したと彼は述べた。ラインハルトの老いであることでペルターは、幾多の特権を得ており、1945年1月に、ラインハルトの未亡人リナを、 プラハ郊外のパネンスケーブジェジャニに訪問した際には、付き添いの SS 士官に、プラハの街を案内され、フラッチャに地区で、かつてのラインハルトの職場を訪れ、貸切の映画施設でおじに関する記録映像を見たと、回想する。戦後の1950年に、結核の疑いで、治療のため、スイスに赴いたペルターは、当地での医師との対話を通じて初めて、彼のおじが務めた役割や、 ハイドリヒの性が常にあのような恐ろしい話と結びつけられるであろうことに思い至ったという。この認識に自らの気質が受けた大きな影響を内なる牢獄に閉じ込められていたと表現する彼の心境にゴッドフリート・ベンやヘルムート・ゴルビザー、カールバルトといった文学者や神学者の作品との遭遇が作用を及ぼした。彼は職業芸術家としては ハインディヒハイネ、ベルトルト・ブレヒト、クルトット・ホルスキーらのナチス時代に、発禁処分や紛書にあった作品を演目に選び、後には、ジャーナリストのギッタ・セレニーとのインタビューで一族の過去に、関して、暴風の擁護を続けた、リナなどの親族の行動に言及しながら、私の叔父が行った悪について、誰かが罪の意識を引き受けなければならなかったと述べた。ペーター・アトマス・ハイドリヒは、 長患いの後、2000年11月22日に、デュッセルドルフで亡くなった。出店。ありがとうございます。